めが自動で復活した。Come on.
理由があるのか。Thank you.
ただろ、あいつはシノを狙ってるんだ。近づきすぎちゃダメだ。ほら離れるぞ。なんて、私がおとりになった方が。待って、目が。怪我をしたのか、見せてくれ。違う、帰り千代、デバフで目が見えないの。キリト、目が見えないの。これじゃ弓が。みんなも十分戦ってくれている。どうして倒せないんだ。まるで最後の一手を見えない何かでずっとかわされているようだ。もう一度、もう一度やり直してくれ。やり直したい。何度でも、何度でも。愛してる。やり直そう。もういや、いや、こうなの。愛してる。やり直そう。愛してる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 から、やり直そう。最初から変だった。言っていることと、やっていることがちぐはぐなんだ。キリト、キリト、見えない。私これじゃ弓があんたの弓になれない。わざと攻撃を誘っているようにしか見えない。もう一度考えろ。この戦いはここに来るまでの条件付けがあった。倒せないのはそれを満たしていないからなんじゃないのか。ねえ聞いてる、キリト、キリトってば。最後の一手、最後の一手。神獣はもう一度やり直したいと言っていた。過去を悔やんでいる。だから愛した女の子を殺す。本当にそうなのか。キリト、キリト、無視しないで。私あんたの言う通り隠れてるから。好きな相手が自分のせいで殺されたら俺はそう思うか。あんたが見えない。どんな顔してるの。怒ってる。俺は、俺ならこんな時は。私役立たずなのに。俺は、俺なら、俺なら君にいられて倒される結末を選ぶ。キリト、何を言って。みんな、真珠を倒すには指使いの乙女の一撃が必要なんだ。これからシノンが弓で仕留める。奴を引きつけてくれ。シノン、多分だが倒し方が分かった。俺が支える。観測手になるよ。シノンは弓を射ってくれ。あんた話聞いてないでしょ。目が見えないの。血で、涙で前が見えない。見えないの。後ろから抱きかかえる。ほら、俺も手を添えてる。チャンスが来たら合図を言うから。全身全霊、真意を込めているんだ。手を離すだけでいい。できない、できない。シノン、私じゃなくていい。私じゃなくていいじゃない。弓使いだ。女ならそれでいいでしょ。何言ってるんだ。そんなわけないだろ。あんたもあの真珠を、都合のいい幻想を私に求めてる。ふざけないで。私はいるの。ちゃんとここにいるの。ここにいて、今目が見えないって泣いてるの。私を都合よく扱わないで。シノン、キリト、あんたの弓でいたい。あんたの銃になりたい。でも私だって女なのよ。私をちゃんと見て。見てるよ、シノン。最初から見てる。嘘。泣かせてごめん。でも本当だよ。俺はシノンだから頼んだんだ。最初からそうだ。誰でもいいわけじゃない。今もそうだよ。こういう時に絶対に外さない女の子だから。だから頼ってシノンを選んで。
他の子じゃダメだ。嘘つき。嘘じゃない、剣にかけて誓う。嫌い、あんたなんか嫌いよ。俺は好きだよ。あんたがそういう意味で言ってるわけじゃないって分かってる。分かってるけど。え？あ、いや、え？今のは聞いたわ。シノ。いいわよ、やってあげる。やればいいんでしょ。おそらくあの神獣のやり直したいは、自分が愛する人に殺されたいって意味なんだ。最初からそうだったならこんな悲劇は起こらなかった。好きな人が蹂躙される結末なんて来なかった。だからやり直したい。ああそうだ、こんな悲しいこともう終わらせてやろうぜ。シロン行くぞ。俺が狙いを定める。あいつには君の一撃が必要だ。まだだ、もう少し。出会わなければよかった。そういう苦しくて切ない気持ちだったのね。まだまだだ、あともう少し。私あのさ。何よ。目まだ痛いか。だから手を引いてって言ったんでしょ。しっかりナビゲートしてよ。え、はい。こんなところ他の子に見つかったらあんたボコボコにされるわね。先に帰ってもらってよかった。やめてくれよ。私そういえば男の子と手をつないで帰るなんて初めてかも。え、素敵なムードでも海が見える砂浜でもないけど、まあ許してあげるわ。誠心誠意ナビゲートさせていただきます。シノ、本当ごめんな。俺が言葉足らずで傷つけてたこと。シノはいつも横にいて一緒に戦ってくれた。憎まれ口叩いても支えてくれる。俺それに甘えてたよな。このお詫びはいつか精神的に、じゃなくて本当に何かで償わせてくれ。いいわよ。あ、誰でもいいわけじゃないんでしょ。それはもちろん。でもそれと詫びは別っていうか。誰でもいいわけじゃない、選んで私にしたならそれでいいわ。あ、シノ、あんたはさ、いつもフラッとどっかに行って知らないうちにたくさんの人に囲まれてるじゃない。そんなことないよ。あんたがそのつもりなくてもそうなの。それで私その度に、その度に私はあんたにとって何者でどの位置にいたらいいんだろうって思うことがある。でもいいの、あんたの口からはっきりと聞けたから私も
誰でもいいわけじゃない。あんたが誘ったから来た。これからもあんたが誘うなら、死神が待っていてもデスゲームでもどこへでもきっと行く。シノ、私はそういう女だから覚悟しておいて。あんたには私じゃないとダメだって。これから何度でもあんたを救ってその身に覚えさせてやるわ。これってまるで愛の告白みたいじゃないか。いや、シノンは戦友として言ってくれてるんだ。勘違いするな。バン！え、なんだよ急に。ぼーっとしてたから銃で撃つ真似しただけ。好きだらけね。そんなことじゃいつか思わぬ時に食べられちゃうわよ。ああ、食べられちゃうのか。なんかいろいろ理不尽だな。人生は理不尽なの。倒れなさいよ。この私に撃たれたのに膝をつかないの？やられた。これでいいか。10点。何点中の10点ですか、シノンさん。100点に決まってるでしょ。どうやら少し機嫌が治ったようだ。笑ってくれてよかった。シノン、ほらまた手をつなごう。帰ろうぜ。腹減ったな。帰ったら飯にしようぜ。何がいいかな。キリト、うん、手を引いてね。ああ、そうしてるだろ。離さないでね。シノン、もっと強く握って。あ、痛くないか。痛くない。ねえ、もっと。うん、これでいいか。あ、なあ、強く握りすぎてないかな。女の子の手だからなんか壊しそうで怖いよ。バカね。あんたはその気になれば言葉一つで私を壊せるのよ。シノン、最後には私を選んでよかった、そう思わせられるならそれでいい。それでいいわ。それだけでいい。いいからもっとギュッとして。決して私を離さないでね、キリト。とりあえず神獣は倒したし、一度カーディナルに報告に行こうか。よくやったぞキリト、神獣を倒したそうじゃな。ああ、渡してもらった召喚結晶がなければ勝てない相手だった。助かったよ。ふむ、やはり神獣の力は凄まじいようじゃな。今回で終わりとは限らん。引き続き警戒は必要じゃな。して神獣が復活した原因じゃが、あの神獣は恋人に自分を殺してほしかった。自分を殺さなかったことで恋人が死んでしまった後悔から。だから彼女と会う前のように人を襲っていた。そうすることで恋人が再び現れると思って。ふむ、しかしそれが理由であれば200年も息を潜めずに復活していてもおかしくはない。シノンの言うことは暴走の原因であっても復活の原因ではなさそうじゃな。やはり今のところ神獣の復活と結びつきそうなのはアドミニストレーターの影響力の減少くらいか。ところでシノンよ、
お主から強い力の気配を感じるのじゃが。え？あ、シノン、肩に引っかかっているその黒い布は何だ？これはあの死神の真珠が着ていたローブの切れ端。いつの間に。ふむ、さすが真珠が身につけていたもの。切れ端でもかなりの力を感じるぞ。それを用いて武器を作れば人気になるやもしれぬ。今回の功労者はシノンだ。シノンが作ればいいよ。本当に私でいいの？俺を何度でも救ってくれるんだろ。そのためには強い武器も必要だからな。バカ。始めてよいか。では術式を発動するぞ。システムコール。生成されるとは。どれほど強い思いを持った神獣じゃったのか。わしも長い間生きておるが、このようなことは初めてじゃ。これが私の神器。すごいな。武器も装備も重装甲だ。神獣の、もう愛する人を失いたくない。守りたい。そういった思いが形になったのじゃろう。ええ、きっとそうね。そして私も愛する人を守れるように。あ、今なんて？秘密よ。教えてあげないわ。キリトよ、今後も神獣が現れるやもしれない。その時はまた力を貸してほしい。ああ、任せてくれ。こうして俺たちは神獣を倒した。だがこれは世界の歪みのほんの一部であることを、この時の俺たちは知らなかった。